4月4日は歴史的に様々な出来事が起こった日です。まずは古代ローマで起きた出来事からご紹介します。紀元4世紀、キリスト教の公的承認と平和の時代が訪れ、この日にローマ皇帝コンスタンティヌス一世がローマの古城の外にある現在のトルコのイスタンブールに新しい都市コンスタンティノープルの建設を宣言しました。時代は流れ、1721年のこの日、ロシアで女性初の統治者エカテリーナ一世がロマノフ王朝の新たな女帝に即位しました。また近代に入ると、1949年の4月4日、北大西洋条約機構の発足により、冷戦時代に向けて米国を中心とした同盟国体制が整えられました。20世紀後半には1968年のマーチン・ルーサー・キング牧師の暗殺事件が起き、翌1969年には米国の最高裁が人種隔離の施設を違憲と判断しました。こうした出来事を経て、アメリカ社会における人種差別への理解が深まっていきました。最後に現代に移り、1975年のこの日、マイクロソフトが設立されました。今や IT 業界を牽引する同社の誕生は、テクノロジーの進化において大きな意味を持つ日となりました。このように、4月4日は歴史の中で重要な転機となった日が多く見られます。